鏡を見てね、ちょっと愕然とすることありますか？私はめちゃくちゃありますね。もうね、年齢を重ねてきて35歳ぐらいにね、曲がり角みたいな感じのことが言われて、まあ48の年なので、それはそれはあるだろうとは思いつつ、結構落ち込むことも多くなってくるなと思ってますが、皆様どうでしょうか。20代の子は30代になったら違うって言うし、30代になったらね、もう全然20代と違うよみたいなことをね、はい、言ってた時代も私たちも皆さんありましたよね。でも40代は違うよね。50代の方に言わせたら、もう50代になったらもっともっと違うよっていうことをね、よく言われますが、皆様いかがでしょうかね。本当に20代30代とはもう全く違うですね、このエイジングがね、皆さん起きてるよね。私も起きてます。まあ、そのね、対策について今日はお話をしたいと思います。私も頑張りますので、みんなで頑張ろうということで、はい、やっていきます。べっぴん菌でべっぴん体質、鈴木ひろみです。皆様何かエイジングケアなどしてますか？このチャンネルはですね、40代50代の方、はい、私と同世代の方、たくさん見てくださってます。いつもありがとうございます。いかがですかね。20代30代の時とはもう違うレベルのですね、エイジングサインがいっぱい出ますよね。本当年齢ってね、重ねてんだなっていうのをですね、日々私も感じておりますが、皆さんいかがでしょうか。やっぱりね、お肌ってね、やっぱりこう自信ないなとか、あってなるとね、ちょっとテンションが落ちたりとか、元気がなくなっちゃったりとか、自信がなくなっちゃったりとかするものだなと思って、すごい女性にとってお肌の元気さだったりね、お肌の状態の良さって、女性はね、かなりこの自分のメンタルに影響する方が本当に多いんじゃないかなと思います。40代ね、後半はですね、特に女性ホルモンの減少が激しくなってまいっておりますよっていうね、時期ですね。更年期真っ只中なはずの私もね、48歳ということでですね、はい、皆さんいかがでしょうか。ということで今回はですね、40代の皆様、私もですね、肌が変化する理由、40代以降のスキンケアは、まあ、保湿と、あと血行ですね。はい、血の巡りがめちゃくちゃ大事と言われております。はい、こちらをですね、ご紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただいてですね、何歳になっても、はい、メンタルが落ちないお肌をね、手に入れましょうということで、はい、やっていきます。このチャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹は日本の国菌であるですね、麹菌から作られておりまして、この麹はですね、日本の調味料であるお醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹から作られております。もう日本のね、食文化、和食を作ってきたのは麹菌たちと言っても過言ではないぐらい、日本人ね、私たち日本人にとってとっても大切な菌になります。皆さんね、和食好きですかって、醤油とかお味噌とか皆さんね、普通に食べてるから麹の調味料取ってるよって思われるかもしれないんですけれども、実はですね、このお醤油お味噌もですね、効率安価大量生産の波でですね、天然醸造させてですね、はい、作られてる調味料っていうのはですね、なかなかスーパーでは出会えないような形になってます。日本のね、国菌である麹菌の魅力、たっぷり届けばいいなと思っておりますので、ぜひよかったらチャンネル登録お願いできればと思います。そして LINE 公式お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントさせていただいておりますので、ぜひゲットしていただいてですね、いっぱいレシピ載ってるんですけど、もうどこにあんのっていうぐらいね、いっぱいあるので、まずは10選をねゲットしていただいてですね、それ見てみていただけたらと思います。はい、まとまってね、 PDF でお渡しますので、見やすいかなと思いますのでね、ぜひお受け取りください。ということで、40代の肌が変化する理由についてまずお話ししていきます。女性の平均の閉経年齢は 50.5 歳と言われています。閉経の前後5年間ですね、が更年期と呼ばれておりますね。更年期になるとですね、女性ホルモンの分泌、こちらが不安定になってまいります。女性ホルモンのね、エストロゲンはですね、女性らしい体を作るホルモンで、エストロゲンはですね、肌の潤いを保つのに必要なコラーゲンを増やしてくれたりですね、あとは皮脂の分泌を促したり、まあ、そんな役割があります。そして皮脂の分泌量がね、減少していきます。20代から30代はですね、分泌する皮脂の量はほとんど変わらないんですが、40代50代はですね、 60% ぐらいまでですね、減少したというデータがございます。皮脂量が少なくなるとですね、皮脂の水分がですね、蒸発しちゃいますね。そして乾燥肌につながってですね、皮膚の表面を覆っている皮脂膜と、あとは
皮膚のね表にある角質層はですね、アレルギーの原因物質だったりとか、あとは細菌ですね、あとはウイルス、こちらなどからね肌を守るバリア機能の役割をね果たしています。この皮脂膜がですね不足してですね、乾燥した状態になるとバリア機能がですね弱まっていきます。そして痒みとか肌荒れトラブルがね起きてきてしまうという状態になります。そしてですね、コラーゲン量が低下すると言われています。コラーゲンはですね、皮膚の真皮だったり靭帯、そして腱ですね、そして骨、軟骨などをですね構成するタンパク質の一種になります。皮膚の中にあるコラーゲン繊維ですね、こちらが張り巡らされております。そしてですね、隙間にですね保湿成分であるヒアルロン酸ですね、こちらが保持されてですね肌に潤いを持たせてくれています。コラーゲンの量が減少することによってですね、肌が乾燥しやすくなって、そしてシワが目立つというところになっていきます。ということでですね、40代以降はですね保湿と、そして血行ですね、血行不良になると代謝が低下していきます。それによってですね、若い頃よりも同じ食事の量なのに太るとかね、腰痛とかのね肉体疲労が起こったりします。肌への栄養がですね行き渡らなくなって、ターンオーバーが乱れていきます。そしてキメが荒れたり、皮脂の分泌が悪くなっているので乾燥したりっていうことがね起きてくるよっていうのね、先ほどもちょっとお話ししましたが、そうなってきます。この改善にはですね、腸内環境が欠かせません。腸がですねしっかりね吸収してくれる、いい状態に保つっていうことがすごく大事だなっていうことをね思われる方多いんじゃないかなと思います。バランスの取れた栄養ね、ご飯はまあ大事なんですけれども、プラス腸内環境を整えてあげることが大切になってきます。腸内環境を整えるには発酵食品と食物繊維が大切になります。キムチあるよとかね、納豆あるよとかいろいろあるじゃないですか、ヨーグルトもそうですけど、まあでもそういうものにねいろんなもの入っちゃって、発酵よりもね悪いものねより取ってるなんていうこともですね起きておりますので、余計なものが入っていない発酵食品というのをですね取るといいなっていうところですね。なのでその場合には、発酵調味料であるね麹の調味料をですね置き換えてですね使っていただくと、一番ね添加物化学調味料を取らずにですね、ズボラオーガニックでですねご飯を食べることができます。なので塩を塩麹に、醤油を醤油麹に、そしてお砂糖を甘酒とかみりんに変えていただくのがおすすめです、ね、そして食物繊維はですね、キノコ類とか海藻類とかですね、まあ、これスープ系で取っていただくのが一番お手軽かなと思いますのでおすすめです。ということで今日はですね、40代以降のスキンケアは保湿と血行が大事ということでですね、腸内環境を整えることめちゃくちゃ大事だなっていうところでね、腸内環境をね放っておくとですね、どんどんね加齢というところでですね悪玉菌優位になっていくんですね。腸内環境悪くなっていくです。だから少しでもやっぱりね腸内環境を整えること、腸内細菌たちが喜ぶものを食べることっていうことをねちょっと気にするとですね、体もお肌も変わっていくかなと思います。そして私はですね、やっぱ乾燥が気になるっていうところもあって、麹のあの化粧水とか乳液いいんですけど、さらに最後オイルで蓋をしております。私は気になる方はオイル最後に蓋をする、もうぜひやってみていただければと思いますので、ぜひやってみてください。ということでこのチャンネルではですね、麹のお話をいろいろしております。ということで、はい、こちらのね別品菌チャンネルの公式 LINE お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらですねレシピゲットしていただいてですね、いろいろ作ってみていただけたらと思います。毎週水曜日ですね6時20分からですね、一緒に作るライブをですね、はい、一緒にやらせていただきます。でこれからはですね、毎週日曜日にですね、はい、水曜日に何作るか決めますので LINE 公式でねそちらもご連絡します。なのでこれとこれとこれ準備して一緒にね作ろうねっていうことでご連絡しますので、ぜひ一緒にね作っていただければと思います。 YouTube のところのライブから見ていただくとですね、ライブも見えますので、よかったらアーカイブも見てみていただいてですね、アーカイブとも一緒に作ってみていただければと思います。ぜひね、チャンネル登録とグッドボタン押していただけるととても嬉しいです。はい、ということで今日もありがとうございました。皆様素敵な一日をお過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。ひろみさん、質問が来てます。はい。麹マヨネーズの材料の甘酒は、うんうん、酒かすの甘酒ではなくて麹の甘酒が良いでしょうか。はい、麹の甘酒がいいです。まあ、酒かすでもね全然できるんですけど、味わいかなり変わるので、まずは麹の甘酒で作ってみていただいて、まあ、酒かすももしよかったらやってみてください。